チケットを見て順です。今回は海外のトーナメントですね。前回に引き続いて海外の 1v1 のトーナメントの方に来ております。今回の対戦はガク VS このフィニックスって書いてある人ですね。の対戦になっております。まあ、前回は僕と ATN のキャプテンのブームの対戦を紹介したんですが、今回はそれとね、同じ会場でガクの対戦がやってたので、あ、ちょうどいいやと思って、僕らの次にやってたんでね、まあ、撮影してきました。そうだな、すごく面白い結果になってるので、ね、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。というわけで、なぜこんなタイミングでやるかというと、まあ、この後、まあ僕は11月7日のね、17時にこの動画を出そうかなと考え、16時にしようかな。まあどっちかに上がると思ってるんですけど、18時からクラクラ日本一決定戦がクラクラ公式チャンネルの方で上がります。ライブで配信しますので、僕も MC として出演していますので、お時間ある方はクラクラ日本公式チャンネルの方へ遊びに来てくださいということです。まあね、この 1v1 の日本版というところで、まあすごく楽しいと思うのでね、遊びに来てください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでガクのアタック見ていきましょう。選んだのはスーサイドラバル。あ、天才ですね。天才のラバルと。真ん中マルチですかね。真ん中、おー、ウィザードから、ババからのクイーン、ウィザードでサイドカットしつつ、穴開けとしていきます。なるほど。さあ、アイゴレキングを展開していて、かなりスピーディーですね。速い。さあ、ロイヤルチャンピオンをとマルチインフルのクイーン、じゃないや、キングで削れればいいなというところ、サンジの方にロイヤルチャンピオン展開していきつつ、真ん中マルチに天才と。さあしっかりキングはフィストで伸びそうですかね。マルチまで先に追っときたいぞ。太一を折りつつ、もうインビジブルを使うことでキングを伸ばしましたね。援軍に釣られないように援軍を隠しつつ、キングも隠すことでしっかりマルチインフレノまで折り切りました。援軍すごいな、めっちゃ細かい。ポイズンでこれは簡単に処理ができそうですね。さあ投石機の方にはボーマーが刺さってきつつ、ポイズン効果でしっかり全ての援軍を潰すことができました。ロゴ12時のテスラ、すごっ。そんな置き方する人いるってぐらい詰まった置き方されてますが、さあこれはボコボココースじゃないですか。フリーズ3発、フェイス2発がこっからありという。そしてラバのこの破裂によって赤爆弾が非常に弾け飛んでいきました。さあここで最強のトームをかけていきつつ、クイーンの処理の方はこれインドラとパピーが刺さってくれそうですかね。しっかりパピーがドーム中に処理をしてくれつつ、大量のバルーンを残してフリーズがまだここから2発あるというところで、きっちり綺麗なフリーズかけてきましたね。うまい。さあトルネードが出てきますが全く関係ありません。さあファーストアタック、ガクの方は全開でリードを取れそうですか。どうでしょうか。防衛が気になるところですね。1v1 で、ね、しっかり全開を取るの大事ですからね。防衛も大事ですが、さあというわけでアタックの方はきっちり全開と。そうだね、こちらのルールは BO2 になっていて、2戦の合計で争っていくわけなんですが、とりあえずガクは全開中。さあまだ防衛を受けてますね。はい、さあ見ていくとどうでしょうか。残り46秒、中華式っぽい跡地ですね。さあ10時から9時面は全部回収をされてしまいそう。残り36秒で微妙なところがフリーズ一発というところ。クイーンは黒く残ってるんですが、ロイヤルチャンピオン延命のためにまずはフリーズを使いつつ、ウォールブレーカーはとりあえず開けていくと。さあ残り時間は20秒ぐらいなので、これは間に合ってしまいそうですかね。これはクロークで押し切られそうだ。惜しいですね。なんか守れそうな雰囲気もあるっぽいんだけど、これだけ見ると。さあ、クロークを使われていって、これは両者全開というところで差がつかず、2戦目に持ち込まれます。さあ、2本目ガクのアタック見ていきましょう。またしても天才ラバルですね。5-1なので、まあ、クランチは横かなってところでしょうか。さあ、まずはクイーン短期で、タウンホールを狙いつつ、キングは上じゃなくて下の方に穴開け入りましたね。確かにこのタウン前火力が薄いですね。クイヒーしてくださいみたいな爆弾の置き方でしたが、さあスニーゴブカットを入れていきつつ、ウォールブレーカーをタウンホールの方へ誘導していきます。さあここもアイゴレキングで、ほぼ編成変えてないですかねこれ。バーバリアン、テスラチェック用のバーバリアンとかそのまま持ってきてるし、今回編成変えてないな。さては、お、
ターンホールを打ったクイーンをインビジブルで隠すことで、これはロイヤルチャンピオンの処理までクイーンで見てそうですね。さあそしてここクローク使って1点群出ますが、ロイちゃんを先に処理してくれそう。さあクイーンの方でロイちゃんを処理していきつつ、ここはフィストを使っていって援軍にポイズンをかけたいんですが、すごく細かいので出てくるまでに時間がかかっているので、ここはまだポイズンは打たず援軍割れてしまいました。さあロイちゃんの方にやってきたので、ストライカーにかかるようにポイズンをかけていきつつ、ここはロイちゃんの方で処理ができそうですね。さあ真ん中マルチに天才を打ってきました。キングの方が若干それたので、ロイちゃんワンチャン違う使い方したかった説はなくはないかな。さあ12時側からラバニをかけつつ、ここトームかけてストライカーラバニトームかけていきつつ、3時の方にボマー、このボマー強いね。対空施設が AT しかないこの区画、これバカ弱点。さあ4時からもバルーンを追加していきつつ、ラバルはちょっと二手に分かれてしまってますが、ラバが3体いる側とウォーデンがついた側と、なかなかスプリットしてますね。さあただフリーズがここから3発あるんですけど、まだ余裕ですね。これもまた1分残りつつ、フリーズ3発を残してぐるぐる回ってきております。ボーマーがクソ強いぞこれ。さあラストヘイストかけていきつつフリーズ、さあもう2発フリーズをここから打つことができる。強すぎる、強いね。ガクはね結構スーサイドやるからね、スーラバ。実はいろんな戦術やるけど、スーラバ結構やるからね。綺麗な全開ですね。さあ2本目も全開ということで、これで防衛ができてれば2000合計の勝利になっていくんでしょうですが、どうでしょうかというところ。時間は関係ないんですよね、日本一決定戦と同じルール。さあどうでしょうか、しっかりと全開を取っていきましたが、さあおおというわけで防衛はできず、3戦目に持ち込まれるんですけど、3戦目のルールがちょっと特殊でして、運営の指定したユニット、つまり今見えてこれですね、ジャイ6体、イエティ2体、ベッカ2体、ベビドラ1体、バルーン3体と、この運営が指定した300枠と呪文はこれ自由に選べないのかな、11枠って決まってるから、そうですね、これを使って攻めなさいという。さあちょっとどういうのか見ていきましょうか。ここにコピーしましょうっていうところをね今やってると思うんですけど、で CC と CG は何でもいいよというわけで、援軍と兵器は何使ってもいいよっていう感じです。はい、編成はこちら。やばいね、基地外編成、誰が全開取れんの。スニーゴブロック隊とか、なんかもうめちゃくちゃ本体ユニットがいないですね。ペッカ2体ぐらいか。呪文はジャンプ1の、まあ陸系の編成、ババゴとか、誰が邪魔だね、このババゴ。普通のオールブレーカーが5枚入りつつ、バルキリー4体、ウィザード8体と。皆さんならこれどうやって詰めますか、これむずいよね。俺なら食い火みたいにジャイウォークするかなとか、いろいろ考えちゃったり。どうしようかな、ベビーからのバルーンも使えそうだし、ユニットの枠数多いからね、どこかでもう区画攻めみたいな感じになりそうですが、ロケバル2体とかどうすんねんって感じで、まあ突ビズとかはできるかなと思った、突撃感化とかはできるかなと思ったんだけど、呪文の指定も入っちゃってるんで突ビズができなそうですね。ラバーもないし、うん、というわけでね、どんな攻めを見れるのか楽しみにしていきましょう。はい、というわけで3戦目見ていきましょう。すごい編成ですねこれをね、お互いにこの編成で攻めなきゃいけないということで、なかなか面白いルールですよね。3戦目は時間勝負というわけではなく、こういう形でやってきました。さあロケットバルーンって実は AT 短期で勝てるんですね、タゲがなかったら。これ初めて知りました。さあ突撃艦を投げ込んでいって、援軍でインビジブルをもらうことで突ビズにしてますね。なるほどなるほど、確かにその手がありましたね。援軍自由なので、そうか、援軍でインビジブルもらえば突撃できるのかと思ったんですが、まずは今日、なんか、のー、お、生きてる。まあ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 。まあ、イーグル壊せたんで、まあまあって感じでしょうか。さあ、クイーンを使ってきましたか、これ、スーサイドでタウン見てる。ぽいな。さあ、ベイビードラ。さあ、ロケットバルーンでテスラを落としていくと。うまい。これ戻りますね、ボンターの方に。おぉ、リクスケ。さあ、ウォーデンで12時がカット入れてます。さあ、クイーンは黒く、巨爆なければいいけど。なさそう。ナイス。あったらワンチャン死んでたかもしれないけど。
まあそしたらどっちにしろジジだからインディビジブルでリクスケ隠すぐらいしか今のはなかった。さあここアイゴレからの普通の、まあなんかもうめちゃめちゃユニットぶち込んできましたね。そしてペッカネクロを流していくと、これすごいな、よく考えたな。こんなさ遅れてジャイアントが全部登場してきました。何の意味があるんだろうこのジャイアント。シングルのタゲ取りたい的なあれかな。さあここトームをかけていって、ペッカにもトームかかってますね。これ強い。さあストライカーは届くでしょうか。間に合っていってフリーズを投石機の方へ。さあロイヤルチャンピオンかなり早めに出してってことで、シングル IT に捕まらずシングルインフェルノを殴ることができてます。さあ2本目のジャンプ、1本目かこれか、1本目のジャンプを奥にかけていくんですが、どうでしょうか。結構ユニット伸びてるし、上側のガーゴイル強いですね。これ19時から10時ぐらいのガーゴイル強そう。さあペッカは流されていって、ペッカ本体しないで外周単独歩かせですね。さあ中心キングウォーデンがターゲット取りつつ、外周部6時削り入ってますよロイヤルチャンピオン。さあキングが投石折っていったぞ。そしたらこのインビジブル2発トツビズで使わなかった分が残ってきました。逆に言うとトツビズが刈り損ねた区画ですね。ここちょうどインビジブル2発分がこれ刺さるからどうだ。さあこれはうーおー耐えていって、耐え1クラス間に合うのか。これは折れなきゃ終わりだけど、どうでしょうか。ギリギリ間に合っていって、前回すごいなこの編成でよく取りましたね額。そして防衛ができているということで、ジジイジジイというわけで、勝ったのは額というわけで、クイーンを勝つ額の勝利。グッドゲームボスというわけで、いやすごいっすね、面白かった。面白いですね。この3戦目は運営が指定したユニットで戦うっていうこの特殊ルール、面白いかもしれない。まあ時間をね意識せずにしっかり全開を取るっていうところで、自分各々がね好きな戦術をやれるっていうところで、うん、きっちりまず2戦は全開、自分のペースでいいから全開を取りましょうという感じで、まあ、残った3戦目は運営が指定したユニットを使うということで、まあちょっと得意編成に近いものが来たらいい、あれそっちの方が有利じゃんとか思うかもしんないけど、運営の指定したユニットがめちゃくちゃなんでね、今みたいに見ての通りめちゃくちゃなユニットが指定されてるので、これはさすがに有利不利はなんだろうな、クラウスみたいなやつが得意とか有利な感じするけど、そういう人が強い方がいいよね、クリエイティブな感じで、うん、ガクもこういうのできるからすごいよね。俺だったらな、わけあかんねこの編成つって取れなかったな、多分。やってみないとわかんないけど、すげえ難しいと思うんで。よく取りましたよ。で、ちょっとこの大会はもうすでに終わっちゃってるんですけど、優勝したのは結局ガクでした。ガクが優勝しました。まあ、この優勝をもってね、日本一決定戦を挑んだんですが、まあ、ちょっとガクと裏でも話したんですが、サハラさんが思った以上に強かったですね。っていうか、A ブロック全開祭り、B ブロック全開祭りで、もうあの辺すごい優秀でしたね。皆さん全開大量にバンバン打って。こけたのがガクとウジさんだけだったんですけど、あれって3戦目で時間を意識した結果でああなってるんで、真剣に普通に前回取りに行ったら、っていうか先行でちょっと時間意識したぐらいの攻めだったら、多分2人も前回取れたと思うんで、まあ、実質全員前回ぐらいの AB ブロックでしたね。まあ日本一決定戦見てない方はクラクラ日本一決定、あ、じゃあクラクラの公式チャンネルの方でね、あるので、アーカイブあるので、ぜひそちらを見てください。で、こちら冒頭に言ったかもしれませんが、日本一決定戦の決勝戦の前に上がってるはずの動画ですので、ぜひねこの動画で日本一決定戦っていうか 1v1 面白いなと思った方はね、ぜひクラクラ公式チャンネルの方遊びに来てください。僕も MC をやっております。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。